まずレンガは水につけておきます。次は3段目です。薄いレンガで簡単にくっつけたいところはこの意外とくっつくボンドで留めてみます。カフェにもいっぱいついたけどボンドでくっつけてみました。ネジを直していきます。一番下は見えないと思うから、ちょっと違うレンガで積んでます。古い土とかもそこに入れてしまいます。ここに土入れてこれくらいまで土入れてここに鉢を置いたら OK。 あとねこのライトもなんとか可愛く付け直したいと思います。ないかな。うん、それぐらい。高さ。でここに柱を立てて、うん、電気、うん、ライトな感じにしようかな。うん、つくかな。あ、ついた。よっしゃ。オッケー。なんかちょっと曇ってるけど OK。
ここは砂で止めてます。そこの土はちょっと一度使ったリサイクルの土なのでこれを混ぜときたいと思います。今日準備したのはこんなお花です。クレマチスのジョセフィーヌとプランネルとペチュニア、ちょっとシックな色合いで、あとこの赤のキャットテールを入れようと思ったのは隣の花壇に赤がだいぶ入っているので少しつながりをイメージして赤も入れたいと思います。土にオルトラン混ぜます。まずはクレマチスのジョセフィーヌ、こんな可愛いクレマチス、ここ日差しが強いんで夏が心配なんですけど、せっかくフェンスがあるのでヘリオトロープの、ミルク、ちょっとほんのり紫っぽい白いお花、これを次は大好きなフランネル、ちょっとこれが花壇でいけるかわかんないですけど試してみます。フランネルの天使のウィング、ちょっとシックな色のペチュニア、晩餐館八重咲きペチュニアで、ブルーベリーモジト、ブルーベリーモジトかなっていう、こんなまあかわいいシックな色合いのペチュニアを、とこれがゲラニウムのダークレイター、こんな紫の小花が咲きます。葉っぱの色がすごい綺麗です。これをこの隣のヒューケラとのつながりでこっち側に植えようで、残りのキャットテール、ちょっと今水落ちしてたのでお水あげました。意外と強いキャットテールを前に、結構この時期は広がるのが早いのでこれぐらいでまず植えてみたいと思います。クレマチスはちょっと深植えにします。よ、折れないように。深植えにすると根っこがたくさん出て来年新芽がいっぱい出てきます。止めておきます。結構土が柔らかいので後で沈んでくると思うので上まで土入れます。根鉢の底の巻いている根っこだけほぐしてます。ジュニア、ちょっとなんかクレマチスも咲いてきました。もうちょっと空いてる部分が寂しいのでこんな可愛い色のカラーがあったので足してみたいと思います。紫をジョセフィーヌの方に植えよう。でオレンジを前かな、奥に紫、
前にオレンジ色。これからここの間にベラルゴの白いです。鉢植えで一年中外でいけるので花壇に植えてみたいと思います。こんな紫の可愛い小花が咲きます。フランネルの前に。長い期間かかったけどようやく出来上がりました。今回植えたのはカラーとかクレマチスとかは、来年も作詞残るんですけど、うん、あ、オレガノも残るかな。ペチュニアとかがね、ヘリオトロープも温度がないと、厳しいと思うので、また秋まで楽しんで、冬枯れてしまうものもあるけど、まあ、とりあえず今年はこんな感じで楽しみたいと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。